芝氏常は南北朝時代の武将、守護大名、越前守護、九州短大。神は民部省有、左京大部、芝高常の次男。兄に課長、弟に、氏より、義行、義種、おじには、欧州芝氏の祖となる柴家県がいる。小に義高。末野氏の祖とされる。兄の課長の没後に高常の着難になったと推定される。 記録上の書室は、太平記で、感動の上乱の最中の上和5年、昌平4年に、に、足利忠義邸に集まった諸将のうちの一人として登場する。文那4年、昌平10年に一旦は、足利忠氏に降った父、高常が、足利忠冬と通じて、再び離反した際にはこれに従わず、足利忠氏から父に代わって、越前国の守護に任ぜられたことは、 研修創上日記分な4年6月4日上の越前守護民部将有という記述から判明する。二代目の九州短大一式忠氏を撃退した後、金長親王と菊池武光ら南朝軍の勢いは、ますます盛んとなり、小西や大友氏を打ち破って、打宰府をも手中にした。さらに登場しようという気配すら見せたため、幕府は塩分5年、昭平16年に、 京都に召喚した一式正氏に代わって、宇治常を九州短大に任命して、翌公安元年、昭平十六年十月頃に九州に下校させた。宇治常は大友氏事を頼り、大友氏の本拠地である文後高崎城に入城する。小西、松浦島、島津市、阿蘇市、相良市など数少なくなった九州の北朝勢の連合で何とか反撃しようとした。 しかし、翌年10月、長者原合戦で南朝軍に大敗。大友氏寺は捕虜となり、将により久は土佐に落ち延びた。宇治常は大友質次と共に、大内広与を頼って、巣尾に退いた。そのまま帰落し、常時6年、昭平22年に出家、同栄と交し、佐賀に陰性した。以降の消息は不明。 九州での失敗のみならず、宇治常が九州赴任中に弟の義行が就任した出事が地位が急速に高まって幕府の養殖になってしまったこと、先に父、高常から離反して守護の地位を奪ったもののその父が許されて幕府に復帰したことによって、父から後継者としての地位を追われたと考えられている。ただし、芝氏の着流から外されたものの、 息子の吉高は、高カの計らいで取り立てられ、高カの最後を見取ることになる。和歌にも優れ、富屋と信仰があった。新潜在和歌集にも歌が六種入選している。なお、この吉高は、戦将とも名乗り、柴戦教の子息と同盟なため、一説に、柴戦将以降は、高水寺柴氏とするものもある。ABC 木下里氏、柴氏の同行と、 KFISBN978 から4から864031462ありがとうございます。